こんにちは星です。今日はですね、前の動画で約束した通り、あれです。韓国人に温度はどういうものなのかについて今日は話してみます。韓国は日本でですね、前の動画でも話したんですけど、日本はなんかスポーツするためにそれに補助することを筋トレと思うんじゃないですか。あ、でも韓国ではそのフィットネス産業とかボディビルディングとかもそういうことがもと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 人気あるし、人たちが大事だと思っている分野なんで、そういう理由で韓国ではかっこいい体の人が人気です。まあ、いや、でもさ、日本でそういう人が人気じゃないということではないんです。でも韓国的はもう一般的にそういう人をみんな好きなことがあります。どういう人かはちょっと写真で見ましょう。こんな人ですね。こんな人をめっちゃ好きです、韓国では。で、じゃあ男だけかいと言ってみたらそれでもないんです。女も運動して綺麗な体が人気です。写真で見ましょう。わー、男でもそうやし女でもそうやし、ジム行って運動します。もちろんもう全ての人がそういうことわけではないんですけど、韓国でも痩せた人いるし、筋肉嫌いな人もいるんですね。多分どこかにはいると思いますけど、一応韓国ではかっこいい体が人気があるし、そういうこともあるし、もう一つ、そして日本ではですね、なんか高校中学校から部活の活動がめちゃくちゃよくできっといって、なんか学生時代からずっとなんか一つのスポーツとかいろんなスポーツをやってみて、自分が好きなスポーツを探してそれはずっとするということがありますけど、韓国はもうサッカーぐらいはしますけど、みんなが。でも部活っていうのが韓国で、まあ、簡単に言ってみたらあるけどないんです。日本の部活が韓国にはないんです。なのでなんか特別なスポーツをできる人もないし、スポーツに興味を持っている人はもう体育大学行ったりもそうするから、一般の人はじゃあどうするか、じゃあジム行って筋トレしよう。そういうことです。日本で見たら、なんかスポーツやっていますかと聞いて、特にスポーツはやってないんですけど、僕は筋トレをジムでやっていますと言ったら、どうやろう、なんかあまりいい反応はなかったんです。マジで。なんで、そうですけど、韓国では普通になんか体がちょっと大きいとか体に筋肉がちゃんとくっつけている人になんか運動しますかと聞いてみますけど、その運動は普通にジムでトレーニングすることです。で、日本でなんかスポーツをしないのになんかジム行って運動するのがちょっと、なんか風船筋肉もそういうことなイメージがあるのも僕も知っているけど、でも韓国では絶対違うから、それだけ分かってください。韓国人は普通にジム行って筋トレします。女でも男でもみんなします。そういう文化が違うの問題から、まあ、はい、じゃあ今日はここまでです。皆さんは筋トレや運動していますか？運動は個人的な考えで、それは筋トレでもスポーツでもなんか、せなきゃと言ってやることではなく、今日皆さんがご飯食べるようにも自然にそれはするべきなことだと僕は思っています。はい、皆さん YouTube 見るのもいいけど、外出て運動するのも大事です。運動するようにしましょう。今日はここまででした。皆さん、アンニョン。